速稼塾の久保です。今回はですね、2つの一般公開動画、これを見比べていただいて、ちょっと一緒に考えてみていただきたいと思います。この動画が見終わった頃には、あ、そういうことだったのかっていうことがね、一つか二つ見つかることだと思います。それではよろしくお願いします。今ね、第一生命のネオバンクっていうアプリを紹介すると1500円入るというキャンペーン中なんでね、各 YouTuber さんが競うように動画を投稿してるんですよ。その中で、こちらのチャンネルなんですけどもね、なんと投稿したのが13時間前。ですからつい最近です。で、再生数が139上がってるんですよ。結構ね、人気のチャンネルだというふうに私は評価しますね。13時間前で139回ですから、1時間あたり10回見られてるってことになります。これをよく覚えておいてくださいね。で、もう一つのチャンネルなんですけども、これは私のです。2日前で56回しか回ってないと。だから1日あたり28回です。だから1時間に1回ぐらいしか回ってないんですよ。先ほどの動画が1時間に10回ですから、再生されるペースは10対1、つまり私の動画よりもこちらの先ほどの動画の方がね、10倍見られてる動画ってことになります。となると、一番最初にお話した第一生命のネオバンクの紹介キャンペーン、これ両方とも第一生命ネオバンクの紹介キャンペーンの動画なんですよ。どっちが制約が高いと思われるか。確率論で言うと1時間に10回も再生されてるこちらだと思うんですよ。私の動画は1時間に1回誰かが見に来るかなっていうところですからね。ですんで、こちらのチャンネルは10倍のインパクトがあって、本来なら私の10倍決まるはずなんですよね。でも実態はどうなのかなってことなんですよ。実態はね。まあ私は順調に決まってます。今はね、もう5万円を超えるところまで来てますんで、もうそろそろ天井マックスに来るわけなんですよ。で、もう一方、こちらの YouTuber さんは、すごく再生はされてるんですよ。で、私の動画を見てない人が主にこちらの動画を見に来てるっていうふうにも伺えます。そうなると本来制約が取れるはずなんですよ。さあどうでしょうかね。結果はわかりません。こちらのね、YouTuber さんが何件決まりましたよって言ってくれてるわけではないので。ただもしですよ、もし、私の動画よりも制約が低いんだとしたら、そこにはね、どんな理由が考えられるんでしょうかと。これを考えて仮説を立てるから、次の動画にそれが活かせる。そして、それがまたね、テストになってきて、その結果、見て、どうだったのかなっていうのは、また新たな仮説が立っていく。だから動画の精度って上がるんですよ。で、私はそれを10年間やってきたんで、どちらかというと、再生数が少なくて制約が高いものをやってきてるわけなんですよね。じゃあ前提としてどうなるかってこと。私の動画を再生する方、見る方ってのは、強い信頼関係を持って期待して見るってことなんですよ。そしてその期待通りの動画だったから、次にもまた、お邪魔してくださるというね、来ていただけるってことになります。だからね、たまたまフラッと寄った人が見るってことじゃないんですよ。なぜなら、もう一つポイントがあります。それがね、チャンネル登録の人数なんですよ。私のチャンネル登録17,200人もいるんですよ。なのに、56人しか来てないんですよ。2日間かけて。ということはね、17,200人のチャンネル登録してくださった方の大半が私の動画のことを忘れている、通り過ごしているってことなんですよ。チャンネル登録までするぐらいの、その当時は私の動画のファンだったのに、今となってはもう見てないっていう方もいらっしゃるでしょうね。まあなんせ私10年もやってますんで。確かに10年前にチャンネル登録してくださった方は、なかなかもうね、昨今の動画見てくれてないと思うんですよ。いや、5年前でもそうだと思います。3年前ぐらいからぼちぼち私のことをね、印象に深く持っている方がいるかなっていうのと、ここ2、3ヶ月で登録した方は、この56人の中に、まあ結構入ってる確率が高いと思うんですよね。でも私過去1ヶ月だけでも200人ほどのチャンネル登録を果たしてますから、その方たちにも結構見られてないってことになります。ね、このバランス見てください。チャンネル登録と再生数の関係ね。じゃあ先ほどの動画に戻りますよ。はい、チャンネル登録173人、139回視聴ってことは、ほとんどの方が見に来てると言ってもいいんですよ。ですんで、こちらのチャンネルは見るファンなんですよね。見るんだけども行動はしないと言えるかもしれません。もちろん
制約結果が分かりませんので、こういうこと決めつけちゃ悪いんですけども、こちらのチャンネルで、第一生命ネオバンクのアプリがあまり決まってないとしたら、見るだけは見るんだけども、でもそれで終わりっていう風なね、発信者と視聴者さんの関係のミスドっていうのは、そういう風に立ち位置が測れるということだと思います。で、そして私の場合なんですけども、チャンネル登録がたくさんいるんですけども、すでに時間が過ぎて私の動画に興味を失ってチャンネル登録の解除を忘れてるだけっていう方がまず大半なんでしょうね。で、そう考えてると、最近私の動画を見る人っていうのはこの56人の中に入ってる可能性が高いんですよ。ですんで、56人のうちの何人かがこのキャンペーンに参加するってことで、私の動画を見てる方は動いてくれる人なんですよね。私が何かこう話したらやってみようと思ってくれる、私と視聴者さんの関係っていうのは結構密度が高いというふうな判定ができるかなっていうところです。まあ、こういうふうにね、一つ一つの数字を分析していくことによって、こうなんじゃないかな、ああじゃんじゃないかなっていうふうな仮説が立てられるんですよ。で、その仮説をもとにまた新しい動画を撮っていくから、どんどん精度が上がっていく、そして仮説力、推察力も高くなっていくってことなんですよ。まあ、これが動画作成を行う上での質ってことになってきて、他者の動画を見て修正を施すことができるんで、コンサルが成り立つってことになりますね。はい、まあ話したいことは以上なんですけども、気づくことがね、1点か2点ありましたら、私の今回の動画はあなたの胸に刺さったってことになります。はい、結局ね、今回は私は2つのことに気づいていただくて今回の動画を撮ってるわけなんですよ。だからね、3つとか4つのことに気づいた人ってのは受信力が高いと言いますね。私が無意識に伝えようとしていることが受け取れてるってことですから、今回意識して伝えようとしてるのは2つです。はい、2つですんで、私に別に報告しなくていいんで、あ、そういうことに目をつければいいんだなっていうふうに頭の中で思っていただければ幸いでございます。特にね、 YouTuber として稼ぎたい人は2点には気づいてほしいかなっていうところですね。はい、わからない方はもう一回この動画を見てみてください。それではお疲れ様です。